はい、遊具月吉です、今回はプロが教えるファイナルカットプロ10のですね、チャプター3にある3-1、ドラマや映画に使われるカット切り替えですね、これについて紹介します、どういうものかというとですね、撮影モデルを撮影するカメラマンの背中を通り越すと次の画面が出てくるというようなものですね。この赤い枠が今出てきたと思うんですけど、これがマスクというものになります。マスクをアニメーションさせて、次のカットを見せている感じですね。作り方に関しては、まず素材を並べて、素材を見ると、この4秒22のとこですかね。ここで、画面が全部背中で覆われていますね。で、次のフレームを進むと、左上に背景がちょっと出てきます。ここからマスクを作成します。ここで一旦クリップをカットし、ここにですね、カットしたクリップの右側にエフェクトのマスクを描画を入れます。すると描画上にこのペンツールが出来上がりますね。これをですね、ラインに沿って何個か点を打ち込んでいきます。このような感じですね。この点で囲んだところがマスクと言いまして、ビデオインスペクターのマスクの反転にチェックを入れると、囲んだところ以外が表示されます。で、ぼかしをここを10にします。で、忘れないでほしいのが、コントロールポイントのキーフレームをクリックします。黄色くなりましたね。これを絶対忘れないようにしてください。で、1フレーム進む。タイムラインを進めます。4秒23のところで進めたということは、カメラが動くのでこのように背景が広がります。それに合わせてコントロールポイントを設定していきます。このような感じですね。で、こんな感じですね。で、コントロールポイントのところで右クリックするとスムーズというものが選べます。これを見ると、曲線を描くことができるんですね。通常だとこのように直線、このような直線しか選べません。スムーズにして曲線を選び、より精度の高いマスクを作っていきます。このような感じですね。で、また、一個フレームを取って、もう一回進めると、このように赤い枠が広がるマスクアニメーションが出来上がりました。で、1フレーム進んで、もう同じようなことを延々とやっていきます。まあ、秒数も少ないので、慣れるとそこまで大変じゃないかと思います。まあ、結構ですね、こういう、最近インスタで見るとですね、画面で手を横切ると、次のカットへ移動するというような、映像編集が結構流行ってますね。これは結構それと同じような仕組みで作るものなので、いろんなことに使えるかなというふうに思います。どんどんこのように、ラインを狭めていくという感じですね。このような感じです。どんどん。ラインに沿ってコントロールパスを並べていきます。続いて、でまた1フレ進んで、マスクを作っていきます。地味な作業です。これは別にファイナルカットだろうと、アフターエフェクツだろうと、
もうどんなソフトでもやってることは変わりはありません。同じようなことをみんなやってます。今回本全体としてマスクを結構使うものを用意しています。人物の後ろから出てくるテロップだったりとかですね、ワープのエフェクト、クローン合成とかですかね。昔はファイナルカットにこのベージュ、このマスク作成みたいなものがついてなくてですね、何年か前にできたんですけども、それから結構劇的に、こういう作品作りの時には、まあ、結構使えるなっていう風になっています。プレミアとかファイアフターエフェクツは手は出さないけど、まあ動画編集としてそれなりのことやりたいっていう時にはこのファイナルカット、まあ、特にまあ Mac 専門のソフトになるんですけれども、まあ、結構それなりにいいものをこのソフト1本で作れるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、実際結構短編系の映画とかそういう作品を実写ものですねを作られている方なんかはファイナルカットだけでも十分なのかなっていうふうに思います。どんどんフレームを動かしていきます。動かしてコントロールポイントを作成していきます。まあ、スムーズの方が結構やりやすいですね。で、今回の場合ぼかしも入れているので、結構融通も効きやすいと言いますか。で、このような感じですね。このようにどんどんマスクを広げて今いきます。今回はほとんど、本の解説の中では、最初から入っているエフェクトっていうものの解説はしていません。まあ、それはもうやったらわかるっていう範囲内だと思いますので、今回の場合はほとんどエフェクトを作ったりするような感覚になったりすると思います。で、全部背中が隠れたので、こうやって閉じていきます。で、一直線付けとしては頭から1フレームずつ見ていって、何も問題がないかを確認していきます。まあ、ざっくり。やっていきましたが、ある程度大丈夫そうですね。で、全部出来上がったら、クリップを、マスクを設定した下に入れていきます。そして再生すると、モデルを撮影しているカメラマンの背後を回り込むと、また違う別のカット、回り込んでいるカットに切り替わります。まあ、これがずっと永遠に、こういう風にやって永遠に続くことができますね。この場合、帽子、髪の毛ですね、があるので、この部分で切り取っていくっていう風になれば、延々とカットがマスクで切り替わるっていうような、印象も可能です。これが、今回、プロが教えるファイナルカットプロ10デジタル映像編集講座でチャプター3の1で紹介している、項目になります。で、他にもですね、もうほとんど結構たくさん20種類ぐらいですかね、ネタが詰まっていますので、ぜひ皆さんも本読んでいただいて実践していただけたらと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。